クラウンウェルツノガエル、どうもアキチャンネルです。今回はクラウンウェルツノガエルを飼育する前の基礎知識についてお話をします。クラウンウェルツノガエルはツノガエル科ツノガエル属に分類される両生類のカエルになります。ツノガエルの名前の由来、目の上の突起が角に見えることからツノガエルと呼ばれています。分布は南米、アルゼンチン、パラグアイ、ブラジル、ボリビアなどに分布しています。次に飼育環境、まず飼育容器は20センチから30センチキューブ水槽がおすすめです。ツノガエルの大きさが10センチなら縦横倍の20センチあれば飼育は可能です。またクラウンウェルツノガエルは22度から28度が適温ですが、クラウンウェルツノガエルは比較的暑さに強いので夏は30度ぐらいまで問題ありません。逆に冬は気温が下がるため水槽の下にパネルヒーターを引き加温する必要があります。床材はウールマット、水苔、ソイルなどいろいろありますが、ツノガエルは土に潜る習性があるのでウールマット飼育は浅く水を張り、ウールマットで陸地を作り飼育をするので潜ることができません。ソイルや水苔は水分を吸収させそこに引き詰めるので潜ることができます。またツノガエルは湿度の高い場所を好むので、ソイルや水苔が乾いたら霧吹きをして適度に水分を与えてください。注意点、ソイルや水苔を使う際は飼育容器の底に水が染み出さない程度に水分を調整してください。ツノガエルは潜っている時が一番リラックスしています。体の特徴、大きさは7センチから12センチになります。また前足の指は4本で後ろ足は5本になります。そして体の模様は迷彩柄に似ています。色のバリエーションは黄色、青、茶色などいろいろなクラウンウェルツノガエルが売られています。中でもペパーミントやアプリコットをペットショップでよく見かけます。次にクラウンウェルツノガエルの毒について、一般的にカエルは毒を持っていると思った方が安全です。クラウンウェルツノガエルは微量の毒なので素手で触っても問題ありませんが、皮膚の弱い方や傷がある方は素手で触らないようにしてください。また目や口を触ると炎症を起こす恐れがあるので気をつけてください。次にオスとメスの見分け方。オスはグワグワと鳴きます。メスはオスより大きく成長します。またオスの前足の親指付近に抱きだこがあります。手で触れると少しボコッとなっています。この抱きだこは交尾をする際メスをがっきり抱きかかえるためについています。次に餌について、幼体なら1週間に2回から3回エコオロギやレッドローチ、人工飼料などを与えます。アダルトサイズなら1週間に1回から2回ピンクマウスや人工飼料などを与えます。注意点、カエルは動くものに反応するのでピンセットなどを使い顔の前で動かすと反応して食べてくれます。私は床材の誤飲を防ぐために空の水槽に移してから餌を与えます。また虫などが苦手な人は人工飼料だけでも飼育は可能ですが、人工飼料はツノガエルに適した栄養配分がされていますが小麦粉を使っているものが多いのでお腹の中で膨らみガスだまり病にかかる恐れがあるので気をつけてください。次にツノガエルの病気について、飼育個体のツノガエルが一番かかる病気が自家中毒です。ツノガエルは腹部から水分を吸収するため自分が排泄した糞や尿をそのままにしておくと糞や尿に含まれるアンモニア成分を吸収して中毒を起こす恐れがあります。床材のところで少し触れましたが、ウールマット飼育だと自家中毒にかかるリスクが高くなるので毎日水を交換してください。
フロクソイルはアンモニアを吸収してくれるので、1週間に1回から2回軽く水洗いしてください。本日はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。